견하. よく避けられたな。死んでも知らねえぞ。また見せてくれましたね。あの女、町長さんの忍法は。もう十分見せてもらいましたから、人思いに殺して差し上げます。巨頭流タンポポ。忍法をそんなにたやすく、俺たちが一体どんな思いで。ありえねえ、ありえねえ、ありえねえ。ほんとだから羨ましいですよ。助けて、忍ぶ。私を勝手に生かしておいて勝手に死ねると思うな、アホが。さあ、金目まどか、その魂を代価にして、君は何を願う？私、全ての魔女を生まれる前に消し去りたい。その祈りは、君は本当に神になるつもりかい？神様でも何でもいい、これが私の祈り、私の願い。さあ、叶えてよ、インキュベーター。動かん方がいいぞ。嫌な手応えがあった。王に命令するなよ、黒髪。コンクリの床をぶち抜くコガのキック、ガードごと腕をへし折って。俺の問題丸まで。それも違うよ、オード君。お前の妹の問題丸は何なのだ。見ての通り、彼女は他人にできることなら何でもできるという以上に、他人にできないことさえもできる。
その結果、怒りに任せた暴走状態でしかなかった乱心モードを今の黒髪は完全に支配下に置いている。強いて言うなら改心モード、自分の力を 120% 発揮するための自己支配だ。他人のスキルを使えるんじゃねえ、使いこなし完成させる自エンド、それが黒髪メダカのアブノーマルだよ。この時を待ちわびたぞ人間ども。忍者、ポチッとな。オーダーお返しするわ。お家帰りたい。ねえ、知ってます？人間の体にはリミッターがかかってるんですって。だけど命のストックがある私には関係ありません。 100%今、ヘルサイズ殿はこう言葉にしたのです。その言葉一つで人が死ぬのかよ。もう一度チャクラを一つにする。お前は大きな勘違いをしている。その純潔、お前が着こなしているわけではない。お前は無理やり袖を通しているだけだ。それだけでも凡人にしてみれば大したものだ。努力は認めよう。だが身の丈に合っていない服を着るのはとても醜いことなのだよ。この戦いに純潔を着てきたことが大きな過ちだったのだ。その力を借りなければ私の前に立つこともできなかったろうが。お前の思考は十分楽しませてもらった。
行かせるか。雨の村雲、もらった。マカハ殿、この消耗量、一日一回が限度といったところだが、それでも十分だと思わないか。何？時空を凍結させた私の奥の手だ。スタノー、脱出しろ。奥の手を使わせたのは褒めてやる。終わりだ。